どうも、達也です。さて、今回は不安を軽減するための呼吸法5分間をね、一緒にやっていこうと思います。最近不安だなっていう方はね、ぜひご参加ください。やり方はとても簡単で、まず口から息をふーっと吐いて、体を脱力させます。そしてその後に鼻から息を吸って、口から息をゆっくりと長く優しく吐きます。これを繰り返します。細かいやり方は実践しながらレクチャーするので、まずはやってみてください。ではやってみましょう。まず口から息を吐きます。脱力して、鼻から息を吸って、口から息をゆっくりと長く優しく吐きます。続けてください。鼻から息を吸って、口から息をゆっくりと長く優しく吐きます。鼻から息を吸って、口から息をゆっくりと長く優しく吐きます。続けてください。呼吸を行う時の強さや速さなどは、自分が心地よいなと思えるようなものを選んでみてください。鼻から息を吸って、口から息をゆっくりと長く優しく吐きます。続けてください。ゆっくりと呼吸を行いながら、呼吸を行っている時の体の動きや感覚を観察してみましょう。息を吸う時に鼻から空気が入ってきて、肺がゆっくりと大きくなります。息を吐く時に口から空気が出て、肺がゆっくりと小さくなります。そういった呼吸を行っている時の自分の体の動きや変化を感じ取りながら、ゆっくりと心地よい感覚で呼吸を繰り返しましょう。鼻から息を吸って、口から息をゆっくりと長く優しく吐きます。鼻から息を吸って、口から息をゆっくりと長く優しく吐きます。続けてください。
くり呼吸を行いながら、ゆっくりと心と体をリラックスさせていきます。鼻から息を吸って、口から息をゆっくりと長く優しく吐きます。最後にもう一度、鼻から息を吸って、口から息をゆっくりと長く優しく吐きます。はい、お疲れ様でした。少しね、今頭がぼーっとしているかもしれません。ね、たった、5分間の呼吸法ですけれども、これぐらいリラックスできます。ね、今自分がどういう風な状態なのか、例えば呼吸法を行った後、深呼吸を繰り返した後、頭が少しすっきりしたのか、上半身の力が少し、こわばりがね、取れたのか、胸のざわざわが少し取れたのか、そうやって、呼吸法を行った後の自分の体の感覚っていうのをじっくりと、観察して、そして味わっておいてください。そうやって、ちょっとずつね、深呼吸を繰り返すことで、自分のリラックスや今の体の状態っていうものをね、再現してあげてください。そしたらちょっとずつちょっとずつ日々の、日常生活の中での、ストレスや不安や、恐怖心みたいなものを自分の行動や自分の技術で、軽減することができます。またね、ちょっと調子悪くなっちゃったりしたら、またこの場所で、一緒に深呼吸を行いましょう。で、今回頑張ったことも、日記帳などに書いて、記録しておいてくださいね。もし記録するのが手間だなと思ったら、カレンダーに丸をつけるなどして、自分が行動しましたということを目で見て、確認できるようにしておいてあげてください。そうやってちょっとずつちょっとずつ自分にも行動できた、続けられたっていう感覚を、実感していって、もらえたら、そうやった自分の行動が今後の自分を後押ししてくれると思います。はい、ということでね、今回は、不安を軽減するための呼吸法5分間でした。ね、ちょっとずつ続けていけば、ちょっとずつ、楽になってくると思います。ではまたこの場所でお会いしましょう。またね。大丈夫です。ちょっとずつね。ではでは。